いつもお世話になっています。ヒロです。今日は、発売から1週間が経ちました、ステラミラクルの SR 以上のカードと、高額となっているカードの、フリマアプリでの取引相場を調べ、ランキングにしました。発売当日の相場と比較しています。全体的に下落してますが、テラパゴス SAR は高騰してますね。ゼロの大空洞も色々なデッキに採用され始めて、少し高騰してます。この動画を見てよかったら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではご覧ください。